米大リーグロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は24日日本時間25日本拠地レッドソックス戦に3番指名打者で先発出場し3回の第2打席で4試合ぶりとなる12号ソロを放つなど4打数1安打1打点でチームの勝利に貢献したチームは2回にザック・ネトの3号スリーラン5回にマイク・トラウト外野手が12号ツーランを放つなど3本の本塁打が飛び出し 7対3で快勝した。これでトラウタニ弾は通算26度目。今季は4度目で全て試合に勝利している。4連勝で貯金は5になった。勝利投手はエンゼルス先発のタイラー・アンダーソンで2勝目を挙げた。敗戦投手はジェームズ・パクストンで1勝1敗となった。第2打席、ベテランサワンで通算58勝のジェームズ・パクストンと対峙した大谷はカウント。 ワンストライクノーボールから真ん中高めのボールゾーンに来た84.4マイル約135.8キロのカットボールを強振第一打席に空振り三振に仕留められていた一球を捉えた当たりはぐんぐんと飛距離を伸ばし左中間の池垣付近に着弾した飛距離は398フィート約121.3メートルの驚異の一打となったベンチ前で出迎えたボールボーイのパルド君に兜をかぶせてもらう瞬間に 自ら小さくジャンプしてすっぽりチームメートの祝福に笑顔を見せるとベンチの端で待つサンドバルのもとへサンドバルは大谷から兜を受け取ってかぶり大谷は両手の親指と人差し指でカメラを作って記念撮影パフォーマンスを披露した普段から仲良しな大谷とサンドバル22日にはサンドバルが自身のインスタグラムのストーリーズで大谷の移動姿をアップ。 スナック菓子と思われる袋に手を突っ込む姿が大きな注目を集めていた試合後サンドバルはカブとは重かったとにっこり新パフォーマンスについては2日前に次にホームランを打ったらかぶせるからと大谷から予告されていたものだったという日本でもノリノリで撮影する大谷の姿が話題となっていた第3打席はショートフライで第4打席はショートゴロだったこの日は4打数1安打 この試合を終え通算の打撃成績は189打数53安打打率2割8分12本塁打33打点 OPS は888投手成績は10試合に登板59イニングを投げ5勝1敗防御率3.0580奪三振 WHIP は驚異の0.90。 エンゼルスはこれが13連戦戦の最終戦ネビン監督に休養が必要か聞かれても木曜日25日に休みがあるからいらないと答えていた大谷貫禄を見せつけた一撃だった10日間で4本塁打と量産体制に入ってきた感もある大谷の一括は記録的な一打でもあった米スポーツ専門局 ESPN のサラ・ラングス記者によれば地面から3.74フィート 約114センチも離れたボールを捉えたのは自身2番目の高さであり引っ張らない打球としては最も高いものとなったという試合後フィル・ネビン監督はすごいパワーだったと逆方向への本塁打を絶賛した指揮官は冷静に振り返った内角高めに来たボールを左中間に運ぶ衝撃の12号ソロに今日は環境としてそんなに打球が飛んでいなかったと球場のコンディションを説明したさらに 右打者のテイラー・ウォードが4回に左中間に打った球もいい当たりだったと振り返るが中堅守のグラブに収まったそれでも大谷は今の空気の状態で逆方向に持っていった彼のすごいパワーをまた見せてもらったよと絶賛していた大谷は前日23日同24日に約1ヶ月ぶりに屋外でフリーバッティングを敢行したネビン監督は彼は練習するのが好きだ 本人の感覚に任せていると屋外での練習を一任していることを明かした感覚が良くない状態になり始めた時に屋外のフリーバッティングをやると再び集中力を取り戻すようだそれが今日は助けになったと思うと分析したこの試合大谷に被弾するなど3回4安打5失点で負け投手となったレッドソックス先発のジェームズ・パクストン投手はミスを犯してその代償を払ったとうなだれた 3連敗中のレッドソックスの先発を託されたパクストンだったが要所で球が浮き2回に9番ザック・ネトにスリーランを浴びるなど4失点3回には高めに抜けたボール球を大谷に逆方向に運ばれ被弾した結局大谷にダメ押しされた形となり敗戦投手となったレッドソックスの地元米マサチューセッツ州放送局 ニューイングランドスポーツネットワークの中継で放送された試合後のインタビューで先発パクストンは今日はたまにキレがなかったミスを犯してその代償を払うことになってしまったと振り返った請球がよくなかった投げたいところに投げられなかったそのため内角も外角も攻めきれず変化球が高めにいってしまったと悔やんだ以前に甘い球はセンター方向に打つと語っていた通りに センター方向への強烈な打球を放った大谷の好調ぶりには3時も集まっている。米紙ワシントン・ポストなどで執筆するグレッグ・ビーチャム記者は「10日間で4本目だ」と興奮気味に報じるとレッドソックスの試合を中継する米マサチューセッツ州地元局ニューイングランドスポーツネットワークの実況席では解説者が明らかにパクストンの請球ミスでした。 初球のように低めに落とそうとした変化球が高めに抜けてしまいましたと指摘大谷のような打者がいやそもそも大谷のような打者などほとんどいませんがミスなど期待できないホームランにしてしまう球ですゾーンの高めへの変化球は高い確率で長打を打ってくるんですと称賛していたまた同局の試合後の番組では元レッドソックス投手で2004年優勝メンバーのレニー・ディナルド氏が パクストトンが打たれたたれののは見逃せばボールのカットボーールルカッでしたよ大谷の本塁打は「彼はパワーがありすぎるほとんど振ってなかった逆方向にひょいって感じでしたよ」と驚愕した大谷がボールを弾き返した瞬間のスロー映像が流れると「しかもストライクゾーンの上でしたかすごいな」と衝撃を受けた様子パクストンにとって請球の悪い球になってしまいましたと悔やんでいた さらに1997年オリオールズのドラフト1巡目指名を受けプロで16年間プレーしたダーネル・マクドナルド氏も上記を逸脱している彼にとってはリトルリーグの球場でプレーしているようなものだ首の高さの球を本塁打にしたとあぜんボール球をも力強く吹き飛ばした打棒は大きなインパクトを与えている米データ専門会社コーディファイはピッチャーが逆方向にホームランを放ったと愕然。 さらにエンゼルスの地元放送局バリースポーツウエストで解説を務めるマーク・グビザ氏はユニコーンがホームランだ大谷さんが12号彼はスペクタクルだと興奮気味にツイート改めて投手とは思えぬパワーを絶賛したまたレッドソックスの地元放送局 NBC スポーツボストンのスティーブ・ペロー記者はレッドソックスは今日の試合3対7で敗戦 直近51イニングで合計8得点しか挙げられていないこれは悲惨な状況だと嘆いている試合は2回にザック・ネト内野手が今季3号スリーラン5対1の4回2アウト1塁ではトラウトが今季12号となるセンターオーバーのツーランを放つなどエンゼルスが7得点を奪い快勝した大谷とトラウトのアベック団は18日同19日の敵地オリオールズ戦以来 チームも4連勝と勢いに乗ってきた。米メディア、ジガスレチックのサム・ブラム記者は、昨季のエンゼルスとは違う点に着目している。ブラム記者は、昨年は5月24日が14連敗のスタートだった。その時、彼らは27勝していた。今日、エンゼルスは待つことなく、今年の28勝目を挙げている。と述べた。エンゼルスは、この日で51試合目を昇華。28勝。 23敗、勝率5割4分9輪貯金を5としア・リーグ西地区3位2位のアストロズとのゲーム差を1としたまたレッドソックスの吉田正隆外野手はこの日3番指名打者で出場4回の第2打席で宇宙間への二塁打を放ったが第3打席はセカンドゴロ2アウト満塁で迎えた第4打席はファーストゴロに倒れた4打数1安打で打率は2割9分9厘 再び3割を下回った大谷がボストン・レッドソックスのアレックス・コーラ監督と固い握手を交わしたシーンに注目が集まっている試合前アナハイムの外野で大谷はコーラ監督のそばを通り過ぎる際に帽子を取って笑顔で挨拶そしてがっちりと手を取り合ったのだ SNS でこの映像が広まるとレッドソックス専門ポッドキャスト番組「 ネイムリダクティド・ポッドキャストで司会を務めるタイラー・ミリケン氏は、翔平・大谷は将来の監督に愛を示した。みんなこれを見るのが好きだと、コンオフにフリーエージェントとなる二刀流スター・大谷の入団を熱望していた。また、米専門メディア、ジアスレチックを編集するジョーダン・ムーア氏もまた、昭和2024年にボストンへ来ると期待を寄せていた。コーラ監督は、記者に対し、 記事で改ざんするのはダメだよと冗談を飛ばしながら彼はスラッガーでありエースでもあるそしてかっこいいやつだよと初めて会話したという大谷への好印象をレッドソックス地元メディアマスライブ・ドットコムに語ったそしてコーラ監督は実は 2A にいる台湾出身の選手のためにサインボールをお願いしたんだと明かした同記事によれば この依頼を快く受け入れた大谷はレッドソックスのクラブハウスにサインボールを送るようだと監督の頼みを聞いたと記している敵味方の関係なく関係者の間でも人気を誇る大谷事あるごとに FA の移籍がささやかれるがどの球団も喉から手が出るほど欲しているのは間違いない